皆さんこんにちは。今回は深層学習について動画で紹介をしていきたいと思います。こちらがアジェンダです。今回は深層学習の理論について紹介します。まずは深層学習の概要について説明をしていきます。深層学習の立ち位置ですが、図のように AI 機械学習の一分野となります。深層学習ではあるパターンやルールを発見する上で必要な特徴量を抽出することが可能です。例えば、画像認識、音声認識、言語処理といった分野に使われています。画像認識では、医療分野で腫瘍を判別するなどといった用途で使われていたり、音声認識の分野では、スマートスピーカーに代表されるデバイスが挙げられ、音声から特徴を見出し、家電製品を操作したり、天気予報を聞いたりなどといった用途で使われています。こちらに深層学習の考えの元になったニューラルネットワークのイメージ図を示します。ニューラルネットワークはニューロンと呼ばれる神経細胞の構造を模したものであり、神経細胞同士がネットワークでつながっていること、またネットワークでつながったニューロン同士が電気信号でやり取りをするという特徴があります。ニューラルネットワークでは、ある一定の識位置を超えたとき、ネットワークに接続された神経細胞が反応を示します。反応する、反応しないを1、0の2値で示し、またニューロンからの信号を重み付け係数をかけた線形代数で表示します。こちらは反応 Y と入力 X の関係を表した論理演算の表ですが、向かって左側の AND が線形分離できるのに対し、右側の XOR は線形分離ができません。このように単相では線形分離の表現ができないケースが存在するため、層を増やして線形分離できる形に変換します。ネットワークの層を多層化することで、XOR のような論理演算を線形分離可能な形に変更します。例えば、出力結果の間に NAND と NOR の層を挟むことで、線形分離可能な形で XOR を表現できます。続いて、活性化関数について説明します。これまで紹介した論理演算は、0、1の2値であり、実際の問題を扱うには扱いづらいため、連続した値に変換をする必要があります。この変換に用いる関数を活性化関数と呼びます。主に用いられる活性化関数は、ここに記載している通りで、入力層では REL、出力層では高等関数、シグモイド関数、ソフトマック関数が使われます。続いて、損失関数について説明します。損失関数とは、予測値と正解値の誤差、つまり損失を表す関数を示します。この損失を最小化させる重みを探していきます。一般的に回帰では最小2乗法、分類では最優推定法が使われることが多いです。一方、ニューラルネットワークでは変数が多く、損失を最小化させるような重みを探すのに非常に多くの計算コストを要するため、後ほど紹介する誤差逆電波法という計算を用います。ここまでの計算のイメージを分かりやすく説明するため、画像認識の例を出して説明します。例えば、画像認識の分野で、ある動物の画像を読み込んだとき、その画像から特徴を見出し、何の動物であるかを確率的に示します。ソフトマックス関数を使うと、それぞれの出力の和が1となり、確率的に処理しやすくなります。出力 Y が図のように示されるとき、交差エントロピー誤差はこのように計算され、誤差、つまり損失は 0.51 となります。続いて、これまで計算した誤差をいかに小さくするかについて、誤差逆電波法という計算を説明します。こちらは3層のニューラルネットワークの出力、重み、バイアス、そして誤差を表したイメージ図となります。この誤差を小さくするため、重みやバイアスを調整する必要があります。一般的にある関数を最小するためには、関数を微分し、接線の傾きが0となる点を最小値とみなします。図のように、接線の傾きが負のときは正の方向に動かすことで最小値を探索し、逆に接線の傾きが正となるときは負の方向に動かすことで最小値を探索します。元の図に戻り、変微分を連鎖的に分割し、コンピューター上で計算しやすいように変換します。
ニューラルネットワークにある学習サンプルを与え、ネットワークの出力を求め、出力層における誤差を求めます。次に、各ニューロンの正解値と出力値の誤差を求めます。各ニューロンに対し、接続されている重みが大きい方のニューロンに局所誤差の責任があると判定します。この計算を繰り返すことで、重みやバイアスを調整していきます。この計算のイメージが、誤差が出力層から逆方向に伝播していくため、誤差逆伝播法と呼ばれています。それでは今回は説明を終了したいと思います。次回は実際に Python のフレームワークを使って深層学習のモデルを実装していきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。